おーほー、今年もすごいね。うん、あ、そうだ、私準備室からお椀運んでくるから、聖子先に教室行っといて。了解。あ、カバン持ってっとくよ、貸して。ありがとう。文化祭、如月祭当日。結構歴史のあるこの学校で、今日は第何回目だったかな。中等部から高等部までみんな30分後の開催に向けて出し物の準備で忙しそう。超にぎやか。あとで時間があったらいろんなクラス回りたいななんて思いながら、家庭科準備室に洗って伏せておいたお椀を抱えて、私は自分のクラス 2-9 へ向かった。いつもの階段を上り、2階の奥にある教室へ向かう。今日私たちのクラスではおしるこ屋をやることになっていた。教室に近づくと廊下にまでもう甘い香りが漂ってる。朝ごはんいっぱい食べてきたのにもう食欲が顔を出す。やっぱり甘いものは別腹だよね。おはよう、みんな。おしるこ屋のお椀ってこれぐらいで足りる？おはよう。おはよう。うん、それぐらいあれば大丈夫。よう。おはよう、岸沼。サトシも。なんだかサトシが変だった。キョトンとしてこっち見てる。また寝坊でもしたのかな。気になったけど、私はまず両手に抱えたお椀を置こうと教室の奥に入っていった。足元が見えない、うん、怖いな。落とさないように。いやー、ナオミ、おはよう。うわぁ、ちょっと聖子、お尻触んないで。 おはようじゃないでしょ。うふん、手の塞がったナオミさんを見て私が放っておくとでも思いか。食器は清潔にしておかないと。仕方ないな、もういっぺん洗いに行こう。手伝うわ。ごめんね。そうして始まった文化祭。私たちのおしるこ屋では鈴本さんの用意してくれた可愛い衣装を着て接客したの。彼女は演劇部でいつも舞台の衣装デザインを担当していて、それだけじゃなく実際に縫製までしちゃうから、こういう服作るのも慣れたものでとっても出来がよくって、この衣装が超可愛いと評判になり、中等部から高等部まで全校の生徒が押しかけてくれて、うちのクラスは大にぎわい。私たちもサボる岸沼を追い回したり、休憩の時間にはいろんなクラスの出し物を見て回ったりして、みんな楽しい一日を過ごしたんだ。結局私たちのおしるこ屋は校内人気第1位を獲得して大成功に終わったの。時計の針は6時を回っていた。楽しかった文化祭も終わり、みんなで雑談しながらこの後片付けをしようねって言っていたんだけど、気がついたら残ったのはサトシと委員長、聖子、森重、岸沼、鈴本さんと私を入れて7人のみ。他の子たちはみんな帰っちゃったみたい。結局
後から来てくれた副担のししど先生と、お兄ちゃんを迎えに来たさとしの妹のゆかちゃんを巻き込んで、9人で片付けをすることになった。おー、片付いた。みんなお疲れ様。頑張ったね。くそ、ばっくれて帰りやがった連中、ただじゃおかねえ。私の委員長としての求心力もまだまだということね。岸沼でさえ残ってるのにね。うるせえ。鈴本さん、あなたと過ごせたこの数ヶ月、本当に楽しかったわ。元気いっぱいのあなたに何度救われたかしら。みんなあなたのことが大好きだし、尊敬していたと思うの。口には出さないけど、みんなちゃんと見てたんだよ、あなたの人間性をね。周りを気遣ってみんなを立てて、陰では一生懸命努力してた。先生、意識もせずにそれが実行できるのは本当にすごいことなんだよ。あなたの副担任でいられたこと、私誇りに思う。向こうへ行っても元気でね。はい。そう、文化祭後の連休を挟んで鈴本さんは転校してしまうんだ。今日が実質最後の登校日だったの。みんな鈴本さんのことは大好きだった。本当に裏表のない優しい子で、これから毎日会えなくなるんだって思うと寂しくてたまらなかった。時間も遅くなり、いよいよお別れっていう時に、階段好きの委員長が幸せの幸子さんっていうおまじないを出してきたんだ。彼女はカバンから紙でできた人型の片代を取り出した。どこかの神社で見たことがある、悪いことを身代わりに受けてくれるというあれにそっくりだった。ビジュアル的に呪いの儀式みたいで、なんだか怖い。私以外のみんなもぎょっとしてた。ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをするとね、その場にいたみんながずーっと一緒につながっていられるっていうおまじない。永遠に友達でいられるんだって。ほう、どうやるの？ダメだ、これはダメだ。みんな、危険だ。これはしちゃダメなんだ。命に関わる。さあ、トシ。命とはまた大げさだな。あれあれ。違う、冗談じゃないんだよ、みんな。怖がりのサトシが必死で嫌がってる。そんなに拒否するほど怖いかな。大丈夫よ、持田くん、これはいつもの怖いやつじゃないから。お前がそんなに意地張るのも珍しいな。怖がるサトシをよそに、みんなのおまじないは進行していく。彼一人目に涙を浮かべてそれを見ている。なんだかかわいそうになってきた。でも鈴本さんのためのおまじないだし、やってあげたいし、
どうしたんだろう、サトシ。頼む、やめてくれ。これはやっちゃいけないことなんだよ。どうして分かってくれないんだ。あれ、これ本気の時のサトシだ。え、サトシ、何が言いたいの。同じ日が繰り返されている。俺には分かるんだ。この先大変なことが起こる。もう終わるから、いい子で待ってて、持田くん。繰り返してる。委員長が言ってた騎士官ってやつ。そういえば、なんだろう、この現場、この空間、このおまじない、なんだか。おまじないの紙人形をつかみながら、私は自分の記憶を遡っていた。じゃあみんな、引っ張ってちぎっちゃって。青ざめた顔をしてサトシが紙人形をつかんで参加する。ようやく意地を張るのをやめたねと微笑むみんなの顔とは反対に、私は嫌な予感がどんどん膨らんでいた。あれ、待って、これ本当に。行くよ、せーの。パニックになる私の目の前で、開け放たれた保健室の入り口から黒い影がゆっくりと出てきた。殺してやる。いやあ、あ、パニックになる頭の中を整理する。何だったの今の。何が起こってたの今。黒い霧みたいなものが私の全身から、口から、耳から、体の中に入ってきていた。喉の奥に太いものが詰まってて、息ができずに一瞬意識も飛んだ気がする。私は今殺されかけたんだ。胸の奥に大事にしまっている命を、まるで冷たい手にわしづかみにされたようで、私の体は全ての器官がひっくり返ったように乱れていた。胃がおかしい、腸がおかしい、足がもつれる。人間はプレッシャーだけでこんなにも体が狂うのか。喉に残る自分の胃液の味と匂いに、私は再び吐きそうになるのを必死でこらえていた。見覚えがある、この場面、この状況。私絶対覚えがある。ここに来たの初めてじゃない。幸せの幸子さんを行った私たちは、すごい音がして教室の真ん中に穴が開いたと思ったら、気がつくと古びた廃校舎の中にいた。サトシやシシド先生、委員長たちの姿はなく、
私のそばには聖子だけが倒れていたの。聖子と私は二人で励まし合って校舎の探索をしていたんだけど、玄関も窓も全部閉まっていて外へ出ることができない。そんな中、サトシの妹ユカちゃんの声が廊下の奥から聞こえたの。足をくじいて動きづらい私を保健室のベッドに休ませたまま、聖子は一人でユカちゃんを探しに行ってしまった。そこへ一人になった私を狙いすましたかのように、真っ黒い人影のようなものが現れて襲いかかってきたんだ。怖かった、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 怖かった。歯が勝手にカチカチとなる、唇が別の生き物のようにブルブルと動く。どうして私を一人にするの？私も一緒にユカちゃん探しに行くって言ったのに、どうして一人で行っちゃうの？聖子、足手まといってこと？ナオミ、どうしたの？大丈夫？聖子、そんなことが。一人にしてごめんね。大丈夫だった？聖子の顔を見たら体の震えが止まった。この子がいると本当に安心する。しがみついて泣きじゃくりたい気持ちになる。素直にそうすればよかった。私のこと置いてって怖かったんだから。ごめん、ごめんね、ナオミ。一緒に出口探そう。知らないよ。やだ、もう放っといてよ。どうせ脱出なんてできないんだ。安心感からか、私の胸の奥からはまるで拗ねた子供のように大粒の涙とともに怒りの感情が溢れ出してきた。この子に当たっても仕方がない。この子は何にも悪くない。分かっているのに、私は言葉を止めることができなかった。心底心配してくれているのに、守ってあげると決めたのに、聖子の顔を見て、私の甘え性に、ますます火がついていく。このまま行方不明でお母さんにも迷惑かける。ほんと最悪。ナオミ、大丈夫だよ。そんなこと言わないで。だってそうじゃん。私が帰ってくるまできっとずっと探し続ける。お母さん仕事あるのに足引っ張って邪魔して超親不孝だよ。ここで死ぬ私が見つかるわけがないのに、無駄なことさせて。この時、聖子と話しながら私はさらに別の考えに心を支配され始めていた。この流れはダメ。無駄じゃない。家族ってね、迷惑とか足引っ張るとかそういうものじゃないよ。うまく言えないけど、その人のためなら何だってできるものだと思うの。さっきの既視感が戻ってきて、どんどん確信に変わっていく。そう、私はこの先の運命を知っていた。このまま進んじゃうと。だけどそうだよね、心配はかけるべきじゃない。夏美お母さん優しい人だし、
だからそうならないようにね、ナオミ、大丈夫だよ、絶対に帰ろう。あんたの家はどうだか知らないけど、普通はそんなおめでたい考え方できないよ。このままだと聖子が首をつって死んじゃう。このままじゃいけない。聖子をここで一人にしちゃいけない。私はとっさに謝ろうとした。でも聖子、喉に何かが絡まって息ができないほどむせ込んだ私はその場にしゃがみ込んでしまった。ナオミ、大丈夫？ごめんね、私があなたの気持ちを逆なでしちゃってるのなら。聖子の後ろ姿が小さく暗く消えていく。取り返しのつかない選択をした気がした。聖子に向けた私の意識をある違和感が強制的に引き戻す。口の中に異物感、何か入ってる。私は慌てて口の中に指を突っ込んだ。ズルズルズルっと私の喉の奥から絡まった長い髪の毛がたくさん出てきた。真っ黒な髪の毛は引っ張っても引っ張っても出てきた。胃の中から食道を通って私の手のひらまで途切れなく扁桃腺が刺激されてまた戻してしまいそうになる。おぼろげだった未来の記憶は確信に変わっていた。何か理由があって私は同じ現実を繰り返しているんだ。謝ることも許さないってこと。何かの力が働いてる。何かがまたこの世界でも聖子を殺そうとしている。ダメだよ、そんなことさせない。絶対させないから。とにかく追いかけなきゃ。謝ろう。あの子を一人にしちゃダメ。私は聖子の走っていった方へ廊下を駆け出した。でも、激しい地震が起こった。私はその場にしゃがみ込んでしまった。
どれくらい経っただろうか。一瞬にも数分にも数時間にも思えるほどの恐ろしい時間が過ぎて、校舎はようやく静寂を取り戻した。体中をこわばらせながらゆっくりと体を起こすと、頭の上からほこりや木くずがパラパラと落ちた。服の中にも砂みたいな細かい粒子がいっぱい入ってて、ジャリジャリ言う。気持ち悪い。服をつまんでバサバサと払い、スカートをはたいて立ち上がってみた。ほこりが舞い白く煙る廊下を見渡すと、そこには絶望的な状況が私の前に横たわっていた。今の地震で床が抜けて、向こう側へ、聖子の方へ進むことができなくなっていたのだ。もう少し向こうにしゃがんでいたら、床の亀裂に飲み込まれて、私は無事に住んではいなかった。穴の縁に膝をつけて穴の底を覗き込む。暗くてよく見えないけど、この校舎意外と階ごとの天井が高い。さらに下の階のちょうどここから真下の床にも穴が開いたみたいだ。ここから落ちたらどこまで落ちていくんだろう。身震いしながら私は腰を上げた。どうしよう、どこか別のところから回り込めるかな。急がないと、急がないと聖子が自殺してしまう。まだ間に合うんだ。今度こそそんなこと絶対させない。そんな運命変えてやる。